第8節ベガルタ仙台対川崎フロンターレの一戦。仙台は対川崎に関してはリーグ戦4年ぶりの勝利を目指します。仙台の菅井直樹が第5節長崎戦で J1 通算200試合出場を達成しました。そして富田慎吾は第6節浦和戦で J1 通算250試合出場を達成しています。さあではベガルタ仙台のフォーメーションを見ていきましょう。ゴールキーパーは関です。3センターバック右に平岡、センターにプロリーグ戦初出場の時田、左にキムです。右のウィングバック八須賀、アンカーに富田、左に中野、フルス対戦です。インサイドハーフに野津田とリャン、リャンは今シーズンリーグ戦初スタメンです。そしてツートップは若き2人、ジャーメイン亮と西村です。では川崎フロンターレ 4-2-3-1 という布陣、ゴールキーパーチョン・ソンリョン、右にエウシーニョ、奈良と谷口のセンターバックのコンビ、左に車屋、2試合ぶりの出場となりました。ボランチにルーキーの森田、そして大島です。トップ下に家永、中村、阿部、そしてワントップに知念が入ります。中に送って知念から中村、最後のスペースを使ってくる。その中村が前に上がる、森田も来た、折り返し、後ろからエウシーニョ、ダイレクトで中、ヘディング、ポスト、流れるような展開。いや今のも流れてましたね、かなりね、なので中盤のね、川崎の中盤の選手はしっかりとこうワンタッチで前向ける技術があるんで、そこ自由にさせたくないですよね。知念が落とす、流れて家中のシュート、またポスト、素晴らしい組ね、攻撃でしたけど、今度は足でシュートに行きましたが、これもポスト。いやあとちょっとなんですけどね、もう崩しはもうパーフェクトですよね、はい、さあセットプレーのチャンスです。今シーズン仙台はセットプレーからの得点がまだありません。高いボールを送り込んでくる、ファーサイドヘッド、平岡、ここはゴールキーパーが抑えました。平岡も今シーズンはセットプレーからゴールを奪いたいというふうに話していましたが、まだ得点はありません。仙台は冷静ですか。そうしますと平瀬さん、そうですね、しっかり状況見てますね。入れ替わって中、ジャーメイン、ノッタのヘッド、また決定機を迎えましたが、ここはゴールキーパー正面となりました。裏のスペースをまた取る、いい、ね、サイドからの攻撃、このクロスは流れていく、中野、勝負にいけるか、シュート力もあるが、どう、というシュートになりました。いやいいチャレンジでしたね、今ね、カットインして自らシュートを放っていきました中野。さあ後半の頭からこの大久保を入れてきました川崎です。家永、オフサイドはない、中央に密集する仙台のディフェンス、そこを崩しにかける、細かいところ、阿部、右に流す、エウシーニはここまで来ている、シュート、おー、細かい崩しからのシュート、フィニッシュまでは行きました。さあセットプレーの失点、ここまで川崎、ここをかわせるか、ヘディングこぼれている、シュートを通して平岡がまたこのセットプレーでチャンスを得ましたが、ボールが足にミートしませんでした。川崎は前線に中村、大久保、さあ大久保が体を入れる、おー、よく守った、人数かけて大久保の突進を封じました仙台です。しのげるか川崎、押し込めるか仙台、宮田、スラッシュ、キーパーの前に転がりましたが、ここはしっかりと抑えましたチョン・ソンリョンです。ここで試合終了の笛です。ベガルタ仙台と川崎フロンターレの一戦、0-0、激しいゲーム展開になりましたが、勝ち点1を分け合うという結果になっています。